この間そうちょうど二日酔いの方にお会いしてもうすっかり二日酔いキャラみたいになっててかわいそうだったんですけど、ねえ、あるよね、そういうこともね。二日酔いは別に失敗には入らないですよね。お酒の失敗でもお仕事に響いてたらちょっと心配になるのかな、ねえ、わかんないですけど、まあそういうこともありますね。で、空ミッションね、見られるようになりましたけど、やっぱ野球場なんですよ。あ、ごめん、違うかも、違うかも、違う急いで先生、違うかも違うかも違うかも、本当に違うかも、大慌てですけど、サッカーかもほら行かないからね、こういうところでもう安直にほら野球場でしょ全てを自分に合わせて解釈しちゃいましたけど、サッカーっぽいですベースとかないですもんね。あ、わかるんだよ、最近結構違いわかるようになったんだから、もうなんかサンフレッセって書いてある、え、なんか多分野球じゃなくて、そのね、あ、広島 FC サンフレッセって書いてある。大変失礼いたしました、取り乱しましたけどそうやってね、なんかスポーツ観戦とかしながらね、飲みたいですよね。そういうのが楽しい季節なんじゃないかなと思います。やっぱあのミッションの結果ね、途中経過ですけれども夏が多かったですね、圧倒的にね。まあ暑いとね、ついぐっと飲みたくなると思いますけれども、ぜひそんな季節を教えてください。